はい、ではインタビューを行います。まず自己紹介お願いします。はい、RS ゲンの井上です。よろしくお願いします。はい、RS ゲンの古谷です。はい、はい、RS ゲンの東です。はい、本日は、なんと RS ゲン上位3名、職業おめでとうございます。ありがとうございます。まずは皆さんでは、まずですね、一言、まだ井上さんから今日のレッスン、振り返っていこうと思います。はい、疲れました。しんどかったです。ちょっと昼間、朝からちょっとキャブとかの調子がなかなかうまく出せなくて、ちょっといい走りができなかったんですけども、午後、まあなんとか、ちょっと元戻ったんで、うん、はい、最後まで守ることになりました。じゃあ、その古谷選手は、まだ今日一言振り返って、そうですね、まあ、決勝でうまく2位まで上がれたんですけども、井上さんの今日の速さにはついていけなかったです。追いつかなかったんですね。なるほど。ではその後ろで東選手。そうですね、楽しかったですね。もうとにかく3番手はごちゃごちゃだったんで、まあ、ちょっと前2人抜けられちゃったのはちょっと悔しかったんですけど、でも、まあ、でも2日間通してすごく内容の濃い、内容でしたね。いろいろ試したりとか。これは井上さんから見て、レース中は後ろにチームがいるところは分かったんですか？分かってました。どうなんですか、実直に思うところはどういうところなんですかね、チームが後ろにいるのは。そうですね、やっぱり、まあね、後ろにいるのはまあ嬉しいことだし、ただ、まあ、追いつかれたらどうしようっていうのをドキドキ知ってることしか考えてない。そうなんですね、了解です。では皆さん、それまで東さんから最後に一言ずついただきたいと思います。では次戦に向けて、はい、はい、次はそうですね、 NTC カップだと思います。ちょっと最近この人にやられてるんでやられないように次はちょっと全力で、まあ楽しくやりながら行きたいと思います。はい、はい、では古谷選手。僕も次は NTC なんですけど、まあ、井上さんに勝てるように頑張ります。はい、いや最後、そのライバル視から井上さんか、はい、一言まとめて。そうですね、また、少しの上に NTC ですね、絡んでいけるように、また追加練習したいと思います。はい、はい、では本日、選手活上位3名の方でした。おめでとうございます。はい、それは自己紹介お願いします。 RS 県の相田秀人です。はい、相田選手、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日まずレース振り返っていかがでしたか？そうですね、決勝は前半は良かったんですけど、うん、後半ちょっとこうタイヤが切って、うん、なかなか厳しい部分があったんですけど、なんとか勝てたんで良かったと思います。そうですね、後ろがもう徐々に山下選手が迫ってきてましたから。そうですね、はい、後ろにもうタイム見ながら来てるのはよく分かったんで、はどうしようかなと思いながら走ってましたけどまあでもそこは慌てることなく行けたっていうことですかね、今日は。そうですね、あ、そうなんですね。今日はちなみに何かこう振り返って、まあ反省する点がもしあったとすれば、どの点にあると思いますか、自分の今日。そうですね、やっぱりちょっとレース的に組み立てをもうちょっと考えて、もう最初から最後までうまいことこう走れればなと思います。はい、はい、次戦はあれですかね、NTC カップのまたパンサークラブですね。そうですね、出れればと思いますので、ぜひそこに向けて一言いただければと思います。練習をしながら、ちょっと NTC カップ、前回は決勝一周も走れなかったんで、次回はちょっとちゃんと成績残せるように頑張りたいと思います。はい、はい、次戦も頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、自己紹介をお願いします。パンサークラスで、出てます山下といいます。はい、山下選手、今日はお疲れ様でした。レースを振り返ってまずは一言、今日はどうでしたか？今日は頑張ったんですけど、寝不足はたたって最後抜けませんでした。最近お忙しい中、参加していただいて、前日はちょっと練習参加できなかったんですよね。あ、そうですね、はい、仕事でしたので、はいはい、ただ徐々に後半、決勝の後半戦はもう追いついていって、はい、あと一歩っていうところだと思ったんですけど、はい、どうでしたか、そこの辺は。そうですね、道具はいいと思います。ここが大変ですね。そこなんですね。
次回からそこをちょっと鍛えていただいて、あの次回のレース参戦予定はいつになりますかね。次は NTC 出たいと思います、ね、はい、ではそこのレースに向けて一言感想、あ、目標ですね、はい、お願いします。はい、1回ぐらい撮ってもらいたいです。1回ぐらいですか。いや、とにかく1回でも勝ちたいですね、うん、はい、わかりました。ぜひ次回の NTC カップですね、はい、頑張ってください、はい、よろしくお願いします。山下選手でした。はい、撮っていきます。今撮影中の石井選手、まず自己紹介お願いします。アンタさんと共有する石井です。いいです、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はまずレース振り返りどうでしたか。今日はダメですね。後半はもうタイヤくっついちゃって、もう張りすぎちゃって全然どうにもならないです。路面のない時だけ調子良かったです。あの TT は非常にね、あの結果良かったんですけども、はい、もう後半がダメですね。次回は、次はちょっとそれに対策を練ってきます。はい、じゃあその次回のレースに向けて一言お願いします。次は勝ちます。頑張ってください。石井選手でした。では、撮っていきます。ではまず、長谷川選手から自己紹介お願いします。レイブレーシングチームの長谷川茂樹です。はい、はい、同じくレイブレーシングチームの清水です。はい、ではレイブレーシングチーム1位におめでとうございます。まずは元木選手から今日で振り返っていかがでしたか。まあ、TT は、まあ、公式練習あんま調子良くなくて、 TT から調子良くなって一緒に抜かれて、でも終始に危なげない感じでかなりトップを見れると思うんだけど、まあ、決勝はね、かなり最初は同じ清水選手にね、ちょっとこうなかなかやると思うんだけど、どう、あの時はどんな感じだったの。いや、かなり焦ってた。その時の清水選手の心境はどうでしたか。とりあえず前若い2人をとりあえず一瞬バンと行こうというのでうまく決まったっていう感じでしたね、はい、そうでしたね。まあその後あの決勝ついていくんですけども、やはり途中からね、元木選手に後ろからこう追い上げられる形になったんですが、どんな気持ちでしたか、そこら辺は。いやー、やっぱ苦しいなっていう感じで、どこまで持つかなっていうところですね。なんとその後、まあついていければいいかっていう感じでした。そうなんですね。見事、クラブでワンツーフィニッシュおめでとうございます。ではですね、元木選手は次回はきっと NTC カップジュニアマックスになるんですかね。それに向けて一言お願いします。まあ、次は、まあ、勝ちたいと思います。はい、はい、では清水選手また次戦に向けて一言お願いします。そうですね、次は多分、RMC クラスに出ようと思っているので少しでも、順位を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ではレーブレーシングチーム長谷川選手、清水選手でした。おめでとうございます。はい、ではまず自己紹介をお願いします。あ、レーシングチームティアラの座間です。はい、どうも、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは振り返っていただいて、今日はレースどうでしたか。今日は一日小原まさみワンマンショーでした。はい、風の音も出ませんでした。かすりもしませんでした。それは今現在は自分にどこら辺にそういうのがあるのかなっていう感じですかね。人間のレベルの限界を感じて。そうなんですね。でもそんなこと言ってもまだ次はまだありますから頑張ります。はい、ぜひちょっと次の、レースに向けてもまた一言いただけると。次は、できれば小原さんと、ちょっとこう絡めるレースを頑張って、はい、練習を重ねたいと思います。はい、ぜひ次編も頑張ってください。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。じゃあ自己紹介お願いします。全身の自己方です。今日はなんとか、はい、完走することができました。お疲れ様でした。今日まずレース振り返って、一言いただけますかね。1年半ぶりのレースに参加させていただき楽しかったです。そうですね、ちょっとあのリアタイがエア漏れしちゃったんで最後まで走れるかが結構怖かったですね。あ、そうなんですね。あの次戦ですね、また今後のレースの予定っていうのはどういう感じになったんですか。あの春菜とまたこ の, あのマスターズにチャレンジしたいと思います。はい、ぜひ。ではまだその次戦に向けて一言いただけますかね。目標的なものでも結構いいんで。はい、次は、今日の3位より一つでも上に行きたいと思います。はい、次戦もぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
come on.